ただいまよりインテリアトークセッションインテリアとリノベーションの化学反応ケミストリー住生活を再構築する新たな提案住む場所が楽しくなければ意味がないと題しデコレーターズ代表西垣秀樹様ナイン株式会社代表取締役久田和夫様によるご講演を行わせていただきます。 それでは講師の方にご,ご登壇いただきましょう。皆様、拍手をもっとお迎えください。それではお願いいたします。ちょっと先喋らせてもらっていい、えー、皆さん、こんにちは。どうも。えー、せっかくなんで、あのいつものやっていきたいと思います。<laughs> ご昭和お願いいたします。<laughs> 元気ですか <laughs> 元気があれば何でもできる元気があればジャパンテックスも楽しいで、えー、今日も皆さん、あの、お時間、お忙しいところ、ありがとうございます。えー、一時間少々なんですけど、えー、お付き合いのほどよろしくお願いします。えー、デコレーターズ代表、えー、西垣秀樹です。よろしくお願いします。 でそんでもって、えー、今日のパートナーです、えー、久田君、えー、と今、えー、大阪、東京で,です、ねえー、リノベーションで引っ張りだこ、ねえー、彼の、えー、今日ちょっと怖い話もいろいろありますので、えー、ちょっとこう彼の意見を聞きながら、ですね今後のインテリア業界、で占っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろししくお願いいます素晴ららせててもらってはい これでも映ってないけど大丈夫ですかあ行きましたまはい、はい、<laughs> じゃあちょっとあの久田君のおの、えっと、仕事をちょっと見ながらですね、えー、先にちょっと久田君の紹介を兼ねましてですね、えー、ちょっと、えー、見ていただいてご説明いただくとはい、はい、よろしくお願いします、はい、古い建物を再生するっていうことを仕事にさせていただいてまして これはあの大阪の築80年ぐらいの古民家がありまして、そこのこれ障子がはまってるんですけど、障子を外して、ですね、これは狩野英徳の松高屏風という屏風絵をえと透明フィルムに印刷して、障子を外して、フィックスガラスを入れて、そこに。 グラフィックシートを印刷したグラフィックシートを貼りました半透明の屏風絵が正直になっているっていうデザインですこれねあのうまいんですよね、ここの,あの地名がいたかっていうんですよね、た、え、か、ー、がいたっていうあの地名があって、ですねでそこにちなんで、えー、彼がその、えー、加野英徳のたかの図をあの進めてるっていうところがあるん、ね、そうで、すね,ねプレゼンテーションがやっぱりこ,うこの辺はもうすごく参考になりますね。の非常にこうなんか、えー、っとセクシー 色がありますよね,色をねすごい好きですこれ古いなんか古民家とこの、まあ、現代的じゃないんですけどあの日本のアートを合わせると全く違ったものに変わるというその、まあ、ルメーションでデザインを入れてもなかなか家賃をというか資産価値を上げるって難しいんですけど、うん、アートだと可能性があるんじゃないかなって考えて。うん 普通の建築が、まあまあ、建築っていう世界なんですけど彼のやるリノベーションが、ね、すごくファッション寄りなんですよね、でもともとファッションから来ている人なんで、まあ、そういうのをちょっと鑑みて見てもらったらいいんかなと思うんですけど。はいはい 僕の事務所は大阪の西区のい千ち堀っていうところにございまして、まあ、こんな古いこれももう築50年ぐらいのビルで大阪にこんなビルたくさん今余ってるんですよもともと上があの社長の自宅で真ん中工場で1回店舗みたいなビルがあって結構内階段なんで使いようがなくてですねあのこのビル、えっと、100坪あるんですけど家賃僕30万で。 なるほど借りても、ほぼ1回分の家賃で借りてるんですけど、まあ、これを事務所にさせていただいてて、まあ、僕のところは1階がまあレンタルギャラリー、2階がショールームと僕の自宅になってます、で3階がオフィス、まあ、シェアオフィスという形でビル1棟運営してまして、一階、これ1階で、まあ、僕これ、僕の部屋兼あのショールーム、ーームね、リノベのショールームっていう形です。かっこええやんか。はい、あの このあの前にマンションが建ててねあの真っ暗だったんですよ、この日で半年前に前のマンション解体されてあのすごい火が入ってきたと一緒に僕のあの入浴姿が一般に公開されてるというああ見見なない見たない <laughs> <laughs> あのここ,ここあれやんなイエローのシート貼ってるあとから貼った。ああそそうそう,そう、うん、これねあの 今ライティングで見えへんんですけどねここに、ね、イエローの、ね、スクエアなあの透過性のフィルム貼ってあるんですけどこ,れのこの姿も、ね、色っぽいんですよ、またあのホームページで見れますので、はい、これはあの、はい、僕はリノベーション業界であのこのよくこの表はあのセミナーでどなたも使われるんですけど今でも、ね、新築で100万個ずつぐらい家建てられてるんですよ。うん で日本中で今、余っているのが800万戸あの余りがございます。約10%、空き家があって、ですね、うんうん、これからあの真ん中のは世帯数なんですけど、世帯数も減っていきます、そうするとどうなるかというと、空き家が加速度的に増えていくと、資産価値がもうどんどんなくなっていくっていうのがまあこれからの日本です。郊外の戸建て持っておられるんだったら、今、売られた方がいいと,いいと思います、ね、多分ね、どんどん暴落していく売らないとね。その 安くなっていく建物をどういうふうに活用したらいいのかっていう答えの一つがですねあのこれは旅行者のグラフですねあの、どんどん右肩上がりで、こう,こうやねすごい上がってきてます、うんうん、大阪も今、すごい数の外国人の方が来られてまして大阪にホテル取れないんですよ、ねあの出張の人も取れないって言ってて。 でまあ、オリンピック後、下がるんじゃないかと言われているんですけどこのグラフは世界の,その旅行者数の比較で日本は年間、まあ、それでも2000万人フランスとかは8000万人来られてますのでまだまだそこに可能性はあるんじゃないか、うん、で、なんかその宿はこれから空き家を活用したあのホテルとかゲストハウスがビジネスになるんじゃないかなと思って思いまして私もまあそこに参入したい。 これはの、2年前なんですけど大阪に西成っていう日本で一番犯罪発生率が高い地域がございまして怖いとこやね。 それはアメリカのですね怖いところに比べたら殺人が起こるわけではないので、今ここの町にバックパッカーの人たちがですね、まあ一泊千円の宿に泊まられてるっていう現象が起こってます。で、まあここもあの右側はあのそういったまあここはホテルではないんですけど低所得者向けのアパートっていうのがあって、右側があのセントがあって、まこれ一体で借り上げてでこんな風にあの。 これはパス銭湯で,すけど、ね、で真ん中の駐車場がバーになってて右側がホテルで銭湯の番台をバーカウンターに変えてそこであの白人がビール飲んでバスタブに入ってるっていう映像を世界に発信してかっこいい発信そうそうそれで西成を変えようと思ってたんですけどあのいざ契約っていう時に大阪のハナスーパー玉なんとかっていうスーパーがあって、まあ、そこに 駐車場としししてて購入されままいでこの計画パーになったんですけど、えー、と今あの星野リゾートさんがこの近く歩いて10分ぐらいのところにあの敷地買われてこれからホテル建設されますなるほどで僕もまあこれをセミナーでよくしゃべってたらやっぱりホテルの依頼が今たくさんいただいてまして、うん、なるほどだからこれがあの久代君のプレゼンテーションになってるよねそうこれはプレゼンテーションになってそっからの依頼が プロモーションだで、ね、これは大阪の谷町6丁目っていうところがありまして、まあ、そこに谷町6丁目っていうのは唯一あの、うん、空襲がなかった地域で古い建物が残ってますこの建物の築88年戦前の大阪の三軒長屋ですね。うんうん でまあ、これもあの知り合いのデベロッパーが新築マンション賃貸マンションの用地として購入されました1億万全万ですけどで、まあ、こうプレゼンテーションしてまあホテルやりまホテルじゃないまずはあのこれち商業施設に変えましょうとあの店舗を入れるような商業施設に変えましょうという提案して中もこんな風にもうに朽ち果てているような状態、まあ、本当だったらもう解体されるような建物ですけど。 この状態あの先、うん、建築当時に建てら,作られたもの以外は1回全部外して入り口にガラスのドアつけて裏側に庭を整備してこの状態で賃貸出したんですよ。なるほど1軒、2軒、3軒家賃相場大阪なんですけど周辺の家賃相場の約1.3倍ぐらいの賃料で高めに出して、うん、30万、30万、20万という家賃です。うん でそれで出したんですけど応募がたたくさんいただき、僕は高すぎたんで無理なんじゃないかなと思ってたんですけど応募たくさんいただいてあの抽選じゃなくてコンテストプレゼンしていただいてお店をきて決めさせていただくっていう。なんか嬉ししいあれやね。そう、びっくりした。 ななかなかシビアなとこなんですよあの、そんな繁華街でもないしね、わりとちょっと裏一本入った裏通りで、<laughs> いや、僕やったらこんなとこ借りひんわっていうところなんやけど、このリノベーションがね、まあ、かっこいいんですわ、このさっきの、ね、ボロボロのお家がね、あの非常にね、センスよくまとまってるんですよ、だからデザインであの家賃が上がるっていうのは、これ、証明されてるのね。 でその真ん中のところで僕が宿ホテル一軒貸しの宿をすることにしましてこのように左側がこの前一緒にいためにいた割烹割烹があって真ん中がホテル右側がアートショップ兼バーになるというこれ一軒であの食べて飲んで泊まっていただく三軒長屋全部で一つのホテルという考え方であの15日から運営を開始しております。 あの大阪にあの来られるんだったら一回エアビーアンビー。B ね、泊まりに来てください。あの登録してるから、ね。<laughs> エアビーにと今乗ってます。一、うん、泊三万から高い時で十万ぐらいうん。うん、えっと十人まで泊まれます。うん、これ入ったところで。あのー。こかっこいいんやけど、僕も見せてもらったんですよ。であのー。 何,何がすごいなと思ったら、ね、やりすぎてないんですよ、もうガタガタな窓をそのままガタガタな窓,窓のまま、サッシのまま、はい、これはあの、色を鉛色っていう,う日本の伝統色で塗りつぶしただけなんですよだから本当あの、デザインとセンスだけであのリノベかけて、えっと、運営してる、貸し出す、自分たちでホテルにしてるのね。 まあ、もちろんキッチンだとか、お風呂周りっていうのは、あの、新しく綺麗にされてるんですけど、あの、なかなかあの参考になる物件だと思います。日本のその古い建物はすごくいいしつを持ってまして、まあ、それがもうベニヤ板とか、あれ、汚れたりして、あの、見えなくなってるんですけど、あの元の状態のものを出してきて、色を塗るだけで、ここまで再生されるというか。うん、あの、この辺がね、やっぱりね、僕らのインテリア。 からの、えっと、リノベーション参入組と彼の違うところで僕らやったらねスキン間風のこと考えてここ、差し替えてもらうね <laughs> でいらんお金使ってもらうんですよ、でも、えっと、<laughs> エアービーに泊まる人ってそんなん関係ないんですよ、もう外人の人やったらこの雰囲気、この世界観でこの宿を選ぶんでそこにお金必要ないんよ、ね、でそこをもう切り取っちゃってるね断熱性はゼロです。 ね三日だったら過ごせるよ、はいはい。住むのはしんどいんですけど、<laughs> まあ三日ぐらいいいですかね。あどうぞ。ねもう一つが、うん、あのこれはあの大阪にあの南海鉄道っていう鉄道会社がございまして、そこの高架下を今ホテルに変えるっていうプロジェクトをしています。これもあの来年二月オープンで、まああの高架下なので。うんうん あの夜中の一時以降じゃないと寝れないっていうホテルになってます。なるほど。はい、ガタガタガタと。はい、うん。もう一つはあの渋谷の新鮮っていうところが、うん、渋谷の新鮮に、うん、あのそれもホテルを今作ってましてそれはあのも徳島県の予算今度あの動物学校があってまあそれを利用のメーションしてるんですけどもともとあの徳島県が東京にあの物産展を出すっていう計画があって、うん、物産展で大体あの 数千万の赤字になるんですね、でそれをあのゲストハウス、ホテルであれば、収支、うん、は、まあ、プラマイゼロで、うん、なおかつ、まあ、そこで使っている家具とか、あの使っている食材を徳島県のもの、でうん、毎日あの、徳島県から魚とか野菜を直送、陸送していただいて、でそれを1階のお店でマルシェで販売するというのと、2階のレストランでその食材を使った料理を出すというような、いわゆるホテルを今、計画してます、うん、だからその企画自体を全部やってんのやんな。 そうですその企画を徳島県に売り込みに行きました、うん、自分から売り込みに行ってそ,それは僕とあの仲間がいて仲間が売り込みに行きました、うんうん、さっきの,あの南海のホテルもですねこちらからの持ち込み案件、うんうん、提案案件ですで<れ>今、ホテルがも、ま、先ほどグラフにはありました、ね、ホテルがどこも求められてまして、うん、でなおかつその鉄道会社は特に自分の沿線を活性化させたいそれにはホテルが一番適しているっていうことで。 こういった企画にいわゆる乗りやすい状況にありますまあこれねあの安藤忠雄先生との流れでね大阪のこうインテリアの人たちってね自分からね仕事を見つけに行くんですよね捕まえに行くのねでこれがもうなんか魂になの乗り移ってるよね <laughs> そんなことはない <laughs> こはあの物件もこれはあの東急さんの持ち物件で東急さんに交渉しに行きましたえら、うん、いな でその,あのこの徳島県の、えっと、ホテルですので徳島の山にですねこの前あのこの杉の木を切りに行った最初僕もいやいや行ったんですけどね、うん、あのプロモーションビデオを撮るためになるほど,るほどでも行ってこう体験し僕が切ったわけじゃないこれはあの引きや手伝いしに行ったんですけど,どいかにも君が切ったみたいな,じない <laughs> そうそうそうほんまそう言うたうそうなかなかなうそ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 うてうてうてうそ 木って、ね、あの生えてる状態だったら1本5万円なんですって、うんうん、で製材して1本30万円、うんでまあ、樹齢70年ですよそれも職人した70年の木、まあ、だな,なのでどなたももう切らないんですけど、うん、で切るとこう僕も初会見だったんですけどこういうふうにくさび片方に切り込み入れてもう片方に切り込み入れて、うん、で5センチぐらい残すんですよ、うん、残した状態でこう倒していくんですけど、うん、その こう来たこの辺でね切れるんですよ、最後のそのつながってたところが、うん、うん、それがもうあのすごい音してねバーン姫、姫それはね、70年生きた生き物の死ぬ時の声だったんですよ。で、僕もその周りに7、8人いたんですけど、みんな神聖な気持ちになってねあ、あっ、70年の木を殺してしまったと。 なんか罪やね <laughs> そう,そういやだ,だから大事に使いたいなと思って、うん、そのホテルのキーはもうこの一本で賄おうとだから全部細かいところもフローリング材に全部製材してで全部使おうと。 だからもうあの知らんとこからね、外国からパッと運ばれてきてね、で僕たちが見るときにはもう、核材になってるっていう、そ,その世界とはまた違う,よ、ね、そ,うこれそうなんですよ、僕も,も30から35まで大工やってたんですけど、うん、そのときはもう考えずにぶつぶつ切ってたんですけど。うんうんうん いや、これはの食材にも言えてね、うんあのー、お肉屋さんスーパー行ったらなんか切り身で売ってますけど、うん、あれが実際生き昨日まで生きてた動物やっていうふうに思わないじゃないですか思わない、ね、だからこう捨ててしまったりすると思うんですけど木、うんうん、もまさしく一緒で生きてたんだなって。なんかこ ワークショップがこううやるといいよね,うねそうなんですよ、うん、こんなワークショップをやればあこの木ここに建てた木がうちの家になったんだ、うん、テーブルになったんだと思ったら愛着が違うし、うん、愛着が違うってうことはもうその5万じゃなくてねうん、うん、僕は50万でもいいと思うんですようん、うん、じゃないと日本の山はどんどんだめになっていくのでうん、うん、高くても日本の木うん、うん、あこの木を使いたいなって思ってもらえるような風に変えたいな,な変,変わっていったらいいない ままあああのーまあ、そういうこともできるっていう世界やねそういう責任があるのかもわからないね、はい、僕らにねなるほどでここからはここからはあのちょっとインテリアの施工事例で、うん、あのこれはあのちょっと賞をいただいた事例なんですけどまああの 築40年の僕の友達が持ってるあのアパートがあってもう10年ぐらい誰も入らないアパートでま汚いの汚いもうカビ生えててこんなん誰も借りへ,へんの賃貸アパートってあの3万ぐらいまでは試合賃金下げていったら入るんですよ、うん、でそれ以上下げてもねもう入らないんですよね、うん、入らないなるほどだからその時点になったらもう放置,され放置プレイになるんですでここも放置プレイされてたんですけどでこれをあのいや ファッションだったらね、うん、T シャツ、白いこう T シャツにここにシャーネルみたいな、うん、書いたらね、うん、1>, 1万円になるじゃないですか、うん、1000円の T シャツ、うん。じゃあこれはちょっと住宅も変えてみたらええんちゃうかなと思って、こんなあのトランプ変えてみました。面白いやんか。<laughs> 床がトランプ。 こ湯床,床はこれあのラワンご板っていうもともとフローリングを貼る下地に使うような材料ですねもう下地材な,なので下地材にそのまま書いてるだけなんでなるほどフローリング台もいらないとなるほど、はい、アイディアだけや、はい、次はですねこれも賞をいただいたんですけどこれも僕の,あの事務所と一緒でこれもこういうあのずっと放置されてたビルがあって使いようがなくてで、まあ、これをあの 住宅にコンンバージョししました外壁は縫っ,っただけなんですけど、まあ、中も解体して縫っただけっていう話なんですけどねど補強はしたのこの、えっと、耐,震耐震はやってます、ね、はいあこれ外と中が、ね、そうう中と外がこうつながったコンクリート製のテーブル,テーブルで上には IKEA のスプーンで作ったシャンデリアがあってこう食べたい時にここからすぐ取一個は投げた <laughs> 犬一個一個自分でつけたなんかこれは渋谷の猿楽町にこれも築40年ぐらいのマンションで東京すごいですね築40年でももうこの当時3年前かな4500万今はもう6000万とか。 なるほど今上がっていっててなるほど東京すごい高いすごいね,ねもう東京来たインフレを感じるよね、はい、なんかねここの,あのオーナーっていうか住まれる方はあの九州でセレクトショップされているオーナーの女性の方で、うん、もう見に行ったらタワー型マンションの,の上層階で3歩最高あって100平米以上のマンションにすごいアートから服からがもう山盛りあるっていうような、うん、かっちょい,い,かっちょい,い部屋で、ね、なるほどこの部屋はあの北面一面最高で。 66平米っていう、まあ、よくあるタイプの古い、まあまあ、一般的に、ねはい、ですね北側なんで、まあ、真っ暗っていうような部屋でしたで見延べしたのがこんなかっちょえやんかこれ秀樹なこれすごいいいなと思ったんかなここがベッドルームやんねそうベッドルームでガラスで仕切ってあんねんけどこれは多分こっち側の,その一面だけある窓から外が見えるようにしてんねんね ここのベッドのサイズがソファーのピッをまたぐようになっ,んな、うん、ったんになそうそうそうでそうそしよう思ったら次の写真めくってくれへん,うん、うん、そ,その次かなほんならここ上げなあかんねんなそ,うそ,うそれ上げたんだよな上げてまあ下実用的にも下収納にしてますね上げてるからこうベッドルームから見たらあの家具に遮られずに窓まで視線が通るこれすごいよでしかもさここにあの なんて書いてあるの、これ。ザゴールデンオブパビリオン。金閣寺って書いてあるんですよ。僕 <laughs> <laughs> あの、<み>ち。ょっと写真ないんですけど、キッチンには金箔貼ってるんですよ。金閣寺をテーマにして、デザインさせていただきました。で。僕らが、この。何、こう金閣寺って見たら、やっぱり三島由紀夫。連想しちゃうもんね。ねなんか。あの文学的要素が、なんか。あたかも入ってるように。 あのそれも計算づくなんやろうなと思ってこういうプレゼンの仕方とかの組み方って僕はすごい参考なのねなんか,かっこいいですよ、はい、本当に感動的あと,い、はい、であと北側の窓なんですけど、まあ、そのリビングの壁をグレーに塗ってるんですよね、うん、グレーに塗るとどこがひ、うん、開くんでねん北側の窓でも明るく感じるとななるほどなんか科学的やね <laughs> えすごいな次のが次のはですねこれはあの、えー、っと大阪の茶屋台堺市にある茶屋台っていう団地があって古い団地やね古いそうなんですよあのは結構40年以上前に建てられた団地で800個あるんですけど、ね、100個今、空き家があるんですねで大阪府の住宅供給公社さんという、うん、UR さんとの敵対組織ですね。うんうんうん ね、から依頼があってまあリノベーションしたいという依頼だったんですけど,どまあそこで提案したのは、まあ、普通にリノベーションしても面白くないので、うん、ワークショップ形式毎週土曜日に30名の方に来ていただいて、うん、全14回、うん、あの電気と設備、工事以外は全て体験していただけるというワークショップを行いました。うんうんうん <で>こ,れこれすごいのがお金取ってんねんねお金ああそうなん千1000円もらって、うん、普通だったらあの職人さんに2万払ってやってもらうことをお金頂い,いてやるとい教,えな教えるからお金ちょうだいよって言って、はい、でそれにあの何キャンセル待ちが出てんねんそうなんですよそれは堺市の広報に載せてもらったらね<う>すぐにキャンセル待ちになったんですでその人たちを使ってリノベーションしてんねそうです来ていただいた方にこう 毎朝朝礼してこんな解体全部でもこうゴミ捨てまで全部いやこれはすごいやでこれでおし教えながらそうまあ一午前中は講義して、うん、午後からはこうこう荷上げも全部ね、うん、もう本当に全部やっていただいた、うん、なるほど5部屋それも五部屋ですフルスケルトンのリノベーションでこれあのそのえっと講談から あの君がお金もらってんねやそうそう僕はこれすごい話で僕これすごい工事期間の長い工事請け契約であったんですよだからリスクは全部僕なるほどだから今でも僕普段は設計デザインなんで工事契約なんかしないんですけど、うん、この時だけ工事契約して今でもなんかじゃあうちからちょっと水漏れてるんですって電話かかってくるんですよ <laughs> それ俺のところにかけてくんの <laughs> みたいないそれな <laughs> ほんでうちのスタッフ見て直すみたいな <laughs> あれそんな話やったっけまあまああのなんか新しい形やねでもねなんかねで僕はあの3035まで大工だったんでこんな丸の子とかもこう実際にこのワークショップ60代の女性の方も来ていただいてたんですけど、うん、あの使っていただけるようにすべての方に使っていただけるようになりましたなるほどあとはこれリノベ業界からねうん、うん、僕リノベーション住宅推進協議会 の関西の部会長させていただいているんですけど今、リノベ関係の企業が約800社から900社加盟しているんですけどそこにこんなんやるんですよって投げたんですよそしたらね何もなかったからねや,やめてくれってややめてくれなぜかというと今、伸びようとしているリノベ業界のシェアが DIY に奪われるとなるほどそう僕らの仕事なくなるこれがブームになったらっていうふうに言われたんですよ。 でもそ,れそれは逆やねそうおかしくないそれはあの、うん、例えば ABC クッキングセンターができるから街の飲食店が潰れるんかみたいな話、うん、いやもっと美味しいものを求めるよねそうそうレベルが上がったらプロはプロしかできないものを絶対求めるから、うん、リノベ業者のレベルも上がるでしょっていう話だっ広げる意味ではすごくいいことやってる話そう、ね、そうなんですなるほどなすごい大変大変でしたけどね大変 もう二度とやりたくないらないですけど、こんなんできたんですよ、で今、これ大阪府の住宅供給保護者が普通に賃貸に出してます、一般の人に。だから仕事のレベルで言ったら、ちゃんとやり方さえ分かってたら、プロのレベルと変わらないんですよ、DIY ってなんか汚いとか、ちょっと雑とか思われるかもしれないんですけど、そんなことは全くないです。 大事なとこやね、はい、もう一つこれ、うん、あのやってよかったなと思うのはその30名の方がねもうほんまにあの家族みたいに仲良く家族というか友達になりました。 今でもそこの生徒さん同士で自分の家直すときにここから来てもらって今でもグループあるんですけどそこに投げたら誰かが手伝いに来てるとやっぱりリノベーション業界の仕事奪ってるやんか奪っ,てる奪ってます <laughs> なくなったよねんな <laughs> まあまあまあちょうどちょうど <laughs> なるほどねなんか新しいコミュニティもできてて面白いねそれねそうそうなんかコミュニティ作るの一定、うん、年齢以上だと友達でなかなかできへんけどなん,な,ん、ね、なんか一緒に作ってたらすごい友達になるんですよちゅう,んうね、中のでうん、うん その,先その先にね、うん、あの一つはこの DIY をもっと広げたいなっていう思いとなるほどもう一つ思いがあって日本の住宅ってここ皆さんおられるけどみんな違う服を着てますやん,うん、うん、みんな違う服着てるけどうん、うん、日本の住宅ってね、うん、例えば新築マンションだったら全部一緒なんですようん、うん、全部一緒一緒,一緒やね、うん、そんなんおかしくないですか間取りも一緒だからそれ、うん、みんな一緒の服着てるようなもんですよ、うん 女性も老人も子供もも、それは何とか変えたいな、リノベーションって今すごいブームになりつつあるんですけど、なんでリノベーションいいのかっていうと、僕もよく聞くんですよ、今でも古い建物がいいですか、新しい建物がいいですかって聞くと、それは9割の人はね、やっぱり新しい建物って言うんです、それは新しい方がいいですもんね、だからリノベーションって別に古いものを使うことがいいとみんなが思ってるわけではないんです。 何がいいかというと、うん、画一的な住宅か、うん、あの自分らしい住宅かどっちがいいですかって言ったら100%自分らしい住宅でリノベーションだったらなんかそれができそうって思われてるんですけどうん、うん、僕は、ね、できてないいと思います、うん、それはなんか作った設計者の家になってるし、うん、なんかリノベーションって言っても何か無垢のフローリング貼って白いペンキ塗って終わりの画一的なものばかりでそれほんまにあなたらしいのって。 なるほどじゃあ、そのどうやったら本当にあの新しい住宅ってできるんですかって、まあ、皆さんも別にオーダーで服作ってないですもんねうん、うん、売ってる服買って、うん、自分でコうニィネトしてきてる普通だと思うんですけど今、日本の住宅でそんな風にしては買えないんですよ、うん、どこに行っても買えない、うんうんうん、じゃあやってしまおうかとそ,そ,それを未完成住宅っていう名前で、ね、やりたいなと思ってどういったものかっていうと、まあ、この辺は。 普通なんですけど、この辺は普通、ここからが違って、ステップ4から。この50、90、100やね。そうそうそう、完成レベルが選べるっていう話で、50はね、無理やと思うんですよ。50って何よ ?50 っていうのは、具体だけ。内装は全部やってください。だからスケルトンスケルトン無理。なるほど。90は ?90 は、床がさっき見ていただいた、ラワンご板。 だから上にフローリング貼るなり絵描くなり好きにしてね,るな,ねなるほどで壁は石膏ボード,石膏ボードだからペンキ塗るなり壁紙貼るなり自分で決めてください、うん、で,で電線もあのシーリングの差し込みだけあそうそうそうなんですよでそういった電線とかコンセントは打ち合わせの中でま所決めていくんですけど,どその90だといわゆる貼ってないだけなるほどだからボディがあるから好きに 自分で買うもよしワルパイ行ってクロス買うのもよしデコレーターズ行ってカーテン選ぶのもよしそうそういうことやそう今のインテリアこうたくさん展示されてますけど、うん、今のそのしょ,しょぼいって言ったらあかんかな、ね、今の,その新築マンションのチープな内装に合わないでしょ、うん、だからインテリア売れない今の日本だって、うん、どこの奥越えるようなタワー型マンションを行っても合板のフローリング貼って今でも白いクロス貼ってるんですよ そ,うだね、そんなチープな話ないでしょう。まあ 一面ちょっとブルーに貼るぐらいそうそうそうほんでなんかは行ってるのはちょっと一面変えとこうかみたいな <laughs> それデザインかみたいな <laughs> まあまあ僕らそれデザインってして売ってんねんけど <laughs> 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 まあこれが現状やんね,ねでもえっとまあその世界ではあのどうやろうあのそれがオーダーの住宅かって言ったらそうじゃないよって話やんねもっとできること,あるやとそう服のようにもっと自由にできたら、うん、いろんな人が自分の、うん 着たい服のように住みたい家を自分でこうニえてできたら個性的な家がね、うん、たくさんできるだからその,その割り振りとその下地作りまでするのが90%そう90%で100%いったら久田君の世界をそうやるったら僕が好きにさせていただきますだから本当はこれが一番好きなんやけどはい、はい、まあまあこれもみんなのためにっていうね、はい、そういう世界やねそうねこの 90やったらこの完成してないんでこの6つの完成方法から選ぶっていうのがあってまあ一つは当然、一番上は DIY で仕上げていただくっていうのと右側はクリエイターって書いてあるのは僕ももともと30までファッションデザインやってたんですでなんでこっち何でリノベーション業界来たかというとリノベーションが遅れてるインテリア遅れてるなっていうのがあってもう一つは、躯体があるからリノベーションの場合内装設計は免許もいらないし誰でもできるんですよ。なるほどそうなるほど なので、まあ、クリエイターというのはその住宅系以外のデザイナーと一緒に家を仕上げるっていう、うん、でもう一つ下は、ここを皆さん出しておられるインテリア業界の方と一緒にそのブランドのコンセプトに基づいた家を作っていくという、うんうんで、100選んだら完成住宅,成住宅、ね、ですね。ね Airbnb っていうサイトを見られたことある方おられますかそれはあの自分の持っている余ってる部屋を一般の方に貸すあの、うん、一般の人と一般の人をつなぐサイト新しいホテル業界に対抗しようとしているサイトがあって今世界中で何十万室一日に稼働してます。でうん、それの DIY のコーチ版を今、準備してます。なるほどどういったものかというと、まあ、自分が例えばちょっとしたテーブル作りたい<ー>棚付けたいちょっとリノベしたいというときに、うん、<あ>大工さんやそう大工さんが日当がついてて、うん、押したら、まあ、僕はあの右上10万円なんでいつでもあの呼んでくださいあのその人の施工事例と、うん、あとはユーザーレビューがついてると。なるほど それ読んで、その来たとき、DIY のコーチと一緒に、まあ、一緒に自分の家を作っていくっていうのを広げていきたい、これはあの、今、仮登録してて、12月にはリリースできる、うん、るほどだから職人さんの、えー、と派遣のポータルサイトや、言うたそう、派遣っていうと、派遣法に引っかかるんです、これはあくまでも、一般の人と一般の人をち、うん、紹介するサイトです。うん、紹介サイト。で、僕のところに日東の15%が落ちてくると。 あこれがきついな <laughs> <laughs> 賢いよねもう賢いわ、うん、でなんかあのこれ、まあ、そう本音この住宅の必須項目が完成後にパーティーをするっていうのがあって、うんうん、まあその DIY で仕上げるのでこの住宅もこんな日曜日の2日間 DIY、うん、たった2日です 1>, 1日はこの今兵、右下塀ありますけど、その塀を建てて、中をウッドデッキを引くとで、もう1日は1階部分の塗装を、あのこの左の方、オーナーさんで、英語スクールの先生なので、そこの生徒さんと一緒に仕上げたと、でたった2日ですよ、はい、ヒステリィック着てるよな、ね、<laughs> そ,うそうそう、割とおしゃれなね、おし,ねおしゃれな、ね、仕上がったのがこん、こんな家なんです、こんな家。なるほど で十分ちょっとこの塀もちょっと黄色に塗ってるんですよね,ね、うん、あのたったそれだけですごいオリジナリティがない、うんうん、あるね、うん、で黄色をテーマにしてるんでこのベッドルームのガラス張りのところも黄色のカッティングシートを貼ったりして、うん、なんかそのちょっとしたことで住宅ってすごいその人らしくなる、うん、なるほど,るほどでこのたった2日間でもう本当にこの施設さんはこの家好きになってもらってます、うんうん、なるほど なんかあれやね、あのーうん、今までのリノベーションとこう何,何が違うの、デザイナーが考えると、うん、通り一辺等なものになるんですよ、うん、特に企業系のデザイナーがやってしまうと、だからリノベーションと言っても、ある意味、画一的、だから企画やってこと ね、だからあのリノベーションは本当はオーダーであるはずなのに、えー、企画のリノベーションを売ってるわけそ<う>で,でも久田君が言ってるのはオー,ダーオーダーちゃうのとそう<で>オーダーというか、うん、それオーダーは僕がデザインするわけじゃなくて摂氏さんが。うん デザインしてもらうというかデザインするというとハードル高くなるんですけど服、そんなに難しくないんですよ、うんうん、あの服のように皆さんも服コーデネットしてるじゃないですか、うんうん、それぐらいの話ですうん、うん。なるほど、ちょっとここからちょっともうもう、スライドいいやろ、ちょっと石井さん、ちょっと参加してよ、ちょっといす持ってさ、でああののちょっとあのリノベーション業界が、ちょっとこじんまりとやらせていただきます。 はい。<laughs> あのー、あいやいい,い,いいじゃんいいじゃんあのあのー、あのビジネスニュースのあのー、ライターの記者っていうのいや、まあ、石井さんですよろしくお願いします特別参加ですすみません。えっと何。 これからそのリノベーションの,あの新築がどんどん減っていくとでこの業界くらいでっていう話やねんけどそんなことないでとで<う>リノベーションがどんどんその新築が減った分食っていくと伸びていくと、はい、でそこに対しての僕たちのアプローチが足らなすぎるっていう話やねまあさっきから言っかえ、ね、っと,いいえとさっき事例の中でリノベーション・オブ・ザ・イヤーの ねええー、受賞作品がいくつで、これってリノベーション住宅推進協議会で、えっ、ー、と、お客さんの予算別に、えっ、ー、と、エントリーされた作品を SNS の投票で優秀賞を決めて、まあ、そこにまあ審査員の意向なんかも入ったりするんですけれども、その中で、あの、 何でもそこ取材に行った時に、設楽さんの作品を見て、これは面白いんで取材させてくださいということで、今日に至ってるんですけれども、えっと、できたらね、例えば、設楽さんにちょっとインテリア業界にちょっと音と取ってもらって、あの、インテリア業界でそのリノベーション・オザ・イヤに乱入することできないかなと。 えー、だから、悪徳プロレスラーの,あのマネージャーの役やりますんで、なんかインテリア業界でもっと手を挙げる人いないのかなと、ずっと言ってるんだけど、福沢さん、どうですかね。そうかまあのー、まあ、まあああでもあありありるるよねあり得る来てください、うんうん、お待ちしてます。いましょう なんか僕にはあまり理解できへんねんけどそのささがインテリアのリノベーションとその久田君のやってるリノベーションの協議会の,そのなんか障壁ってあんのなんか全くないと思いますよ。んでもっとこらえたらいいのにこれリノベーションは本当に今から伸びるんですよ、もうこれあのち東京でいうと中古マンションと新築マンションの販売個数が一緒になってます。あととは新築マンンションと リノベーションという検索回数も一緒なんですよ、これはすごいよね、検索回数一緒ですよ、で,すよでも実際、リノベーションってまだまだそこまで行ってないといか、10人に人100人に1人もやってない現状があるんです。というと、今からそれ、すごい勢いで伸びるはずなんですよ、うん、この業新築は減っていきますよ、当然、うんうん、でもリノベは確実に増えていく、ここまあ唯一建築業界でいうと、うん、チャンスがあるここにあの僕たちが本当は一番に手を挙げて乗っかっていかなあかんねんけど、えー、そこに乗っかってへんところに問題があるねん。 そういういことをですねでリノベーション、ずいぶん取材しましたけれど、うん、やっぱりあの無地無彩色でいきなりのもので下地のまんまがかっこいいみたいなものがすごく多いんですけれどもだからそういう中であの非常にちょっとインテリア業界の人にあの下田さんの作品を今回とにかく見てほしかったということなんですよ、うん、こういうことできるんですよというでじゃあ自分だったらこうするっていう人が出てこないかなという期待を込めて。うん うん、いるんですけどねプロは、まあ、さっきのエビシクッキングセンターの話で、うん、インテリアコーディネートのプロはプロの、ね、仕事がきっとあると思うんだよね。であの、さっきさ、その話して、その裏で話したときにねあの、えーっと、ファッション業界がもうそれを、インテリア業者を乗り越えて建築の世界とリノベと組んでやってると、やり始めてると、でインテリア業界、何してんねやと。 で。それはない、僕たちはやっぱりそっちの世界に入っていける。いける、いけるでしょう。でなんで来られないのかなと思います、ね。でも、だからもうそこに、あの新大陸は見えてるんやと。で、その新大陸に、その上陸せなあかんでってこと言ってるね。そう、すごい,ういう、ね、チャンスが。 ファッションで言ったらその40年ぐらい前にあのそれ40年以上前ってブランドってほとんど日本のブランドなかったんですけどジュンとバンとかぐらいあの DC ブランドブームってあったんですよ、その時にあれあに文化服装学園の同級生ですよ同級生が始めたブランドをいくつか作ってそしたらそれが一大ムーブメントになってファッション業界がもうぐ,ずぐらっと変わったでそんなことが今からこのリノベーションとかインテリア業界に絶対起こります起こ,起こさないとだめですよ。うん で例えば何、何久田君がやっているこうリノベーションをこうマンションでこう古いマンション買って彼、一番初めにさ仕事がなかった時にあの一番初めに始めたお仕事って妻の,の古いマンションを1000万ぐらいで買ったよね。 でそれをコツコツと自分であのめくって貼ってで、それを2万枚のチラシを近所で配って、えー、2件の仕事をもらってるな、そこから始めたと、でなんかあのちょっと話にずれちゃうんだけど、あのお店いらんでって話そう僕はあのこれ、2000年にあって、ね、今から17年前で、うんうん、僕服、それまで服作って。 作って、うん、30までねうん、うん、だから仕事もらうために自分で作って見てもらって仕事いただこうと思って1年間セルフリノベーションで作ったんですよこれ,、うん、これはの作ってる時の僕で僕もリノベーションしました、うん、なるほどまあこっちの方が男らしいけど <laughs> <laughs> デザイナーっぽくなるほどなるほど,るほどいや僕もね十何年前ぐらいからそのおうちの、えー、とデザインをそのホームページに載せてでそれで。 本当はそれをあのこの机、このカーテン、えー、とこの照明といって,ってあの売っていく世界を本当は、ね、あの頭の中で描いてたんですけど僕の方のあのインターネットに対するスキルがなくてあの実際にはそれはできなかったんだけど今、実際それがあのなりつつあるよね。誰でもができるいうかハウハウ アメリカ版なんて、はい、あのお家の中のテーブルをポンとクリックするとそれが買えるサイトになってるのね、うん、であの何を言わんか言いたいかって言ったらもう,もう世の中もインテリアショップのダサいお店で物なんか買えへんでっていうことを言いたいのだからあのチャンネルがねもうすごい変わってきたよ。パラダイムチェンジが去年も一昨年も言ったけどもすごい怒ってるのね だからそこで僕たちがアジャストしていけへんかったらもうこの業界で、えー、5年後6年後に生き残れるといことが人物カレの動いてる方にアジャストするのが商売なんだと思うんですけど、うん、なんとなくこう日々仕事してると、うん、そんなことない,ないんじゃないかと逆に印象付けられるような雰囲気ってやっぱりあるんですよね。インテリアって、うん さ質感がないと売れへんじゃないかなって皆さんは思われてると思うんですけどそういや僕らは、ね、あのインターネットでカーテンなんて売れへんでってあの言ってるその理由の一つが、ね、テクスチャーを触られへんやないかとでこれがなかったらそんなん売れへんでって,言ってさっき言ってたらちゃうねんなそうゾゾタ服なんか絶対ネット通販で売れへんやろうって言われてたのが今 ZOZO ってます,す3000億ですよすよごいよ 買えへんって言って僕がゾータウンで買ってます <laughs> で。こんな時代なんよ。だからインターネットで物が売れへんあの、絨毯やカーテンが売れへんっていうのはそんな時代ではないっていうのがもう一つよね。うん、で、あと、やっぱりお店っていう、あの、その、 今まで僕たちがお店にお客さん来てもらってお店でえっとピックアップ受けてどうのこうのっていうその形態もひょっとすると今の形ではもうあのそんなあの常識としてはもうないのかもからない、ね、あのカラーマテリアルフィニッシュって CMF ってデザインの要素をいいますよねで今後 AI がどんどん進んでいくことで、うん、その最後の質感の部分、うん、フィニッシュの部分っていうのがひょっとしたらあの 店舗に行かずに実物に触らずに、うんえー、再現できるようになるんじゃないかなと、うんうん、気もします、匂いとか空気感とか、まあ、そ,そこまでい,いかんでも,もう買うわ、実際にびっくりカーテンがあの,の売り上げ聞いたら、もうあのええー、って思うもんね、びっくりカーテンって僕のお店から5キロぐらいのところにある、それはすごいですよ。 だからねやっぱりちょっとあの僕たちはね本当考えを変えないとやっぱり来年、再来年にここであの皆さんと会うことができないかもわからない、ね、であの久田君がさ,さっき言ってたあのその、えった、と、モデルであの一人一人の人がいろんなモデルを作って売るっていうその商売の形のちょっと教えててああげてくれそうあの僕、リノベ業界入った時って何の経験もなく設計事務所の何でもない。 あの全くの素人、大工だった、ファッションやってて大工でいきなりリノベーション事務所立ち上げたスタートがたったマンンション住宅ローンでマンションを買って自分で作ってオープンハウスしただけなんですよ。こんなんってあの東京安いマンションも結構ちょっと離れたらあるんで1個買,って買われて自分のインテリア全部入れて写真撮ってネットを SNS にアップするだけですぐ商売始められると思いますうん やっぱモデルが必要やね、<う>よねモデルが必要インテリアショップではやっぱりね、うん、表現できないと思うんですよね、ショップの中では。久谷君が言っているのは、例えばデコレーターズっていうそのおうちの世界観を作って、それを見せるとで、ひょっとしたらそれがあのシカ君のオーブっていうお店かもわからないし、あの他のなんとか商店、なんとかインテリアっていうお店の、それぞれのものが集まっていくと、 それがポータルサイトになったらなんかあの展示場やね、ねリノベーションのデザイナーリノベーションの展示場ができるんじゃないかっていうのをう彼が言っててわあすげえなーと思って今のリノベ業界の展示場はどこ行っても、ね、一緒ですよ、一回見に行かれたらいいと思いますけど、うん、だから、ね、まだまだ、ね、チャンスはいっぱい転がっててまだまだ僕たちはいけるんやっていうことをなんか先ほど久田君や IC さんと話してて僕、すごい感じたよね。 で可能性ってやっぱりあると思うんですよ、ただ、あのー、やっぱりそれにはテクニックだとか、あのー、センスだとかなんかちょっと、あのー、僕たちがプロとしての,です、ね、あの大事な部分をです、ね、磨いていかなあかんのちゃうかなっていうところもやっぱりあるんですよね、なんか久田君なんかあと、あとなんか話しておきたいことあったら。いやあのいや 今日からね、うん、ここからムーブメントが起こったらいいなというか、起こしたいなと思います、今、せっかくこうやって出会いがあって、うん、今、今日からインテリアとかリノベーション業界の革命が起こるように、頑張っていきたいと思っております石井、うん、さん、なんかあるあの私、すごい人見知りなんですよね。嘘つき <laughs> <laughs> と言われてあのでも結局誰も知り合いのいないリノベーション業界に1人で取材に行ってなんとか、ねまあ、仕事になってるのは、まあっと気が付いたんですけどあの業リノベーション業界の人ってコミュニケーション能力が高いんですよ特に若い人でこんなおっさんがふらっと行ってもなんとかしてくれてるとでこれコミュニケーション能力ってすごく大事なことでじゃあインテリア業界がインテリア提案型のインテリアだっ って言っててもできてるのかって反省をちらちらしてしまいますよねで今お話にあった IT っていうのもコミュニケーションのツールの一つなんで、まあ、あの知らない人と喋るところから IT を駆使するところまで自分たちのこうプレゼンテーションコミュニケーションどう組み立てていくかっていう観点からの勉強って多分大事なんだろうなと思います、はい、あと10分あんねんてであのあのあの外断熱の話してあげて。 あの、外断熱って知ってる<に>皆さん。そうそう200年住宅っていうのを彼が提唱してるんですよ。で、200年、僕なんか200年持つ必要があんのっていう、僕なんか死んじゃうやんかっていう、えー、そういうイメージ、生きてるかどうかわかんないよっていう話をしたら、いや、違うねんと。 でえっとそれをちょっと言ってあげて。日本ってあの木造住宅何年で壊されてるか、もうこんな最近よく言われてますけど、うんうん、壊された木造住宅の平均二十七年ですよ。あ、三十年切ってんね、うん。そうそう、うん、そうです。三十五年ローン組んでるのにもかかわらず、もう三十年以下で潰してるんですよ。うんうん、そうヨーロッパとかあの。 バカンス行かれるじゃないですかなぜ行けるかというか住宅ローンの金額が少ないからなんですよ、日本は新築って、それももう30年で壊す新築で、コンクリートさえの建物もなんか永久に持つような気がするでしょ、うん、でも今の状態でいったら100年も持たないです、あ持てへんだいたい70年か80年ぐらいでアウトになっていきます、でコンクリートの建物、日本でできて、えー、最も古いので100年ぐらい。 団地ブームが起こったのが4五5 0年前なのでその団地今から壊れていきますどんどんなるほどななんで壊れるかというとまずあのコンクリート製の建物は外壁から水が入って中の鉄筋が錆びて膨張して、うん、剥離して壊れていくんですよ、うん、これはあの壊さない方法があるっていうか200年持たせる方法があって、うん、それが外断熱なんですよねなるほどでコンクリート製の建物を外断熱にすると雨水が入らないので中に、うん 防虫しないじゃないですかそれだけで200年持ちますでヨーロッパの建物のほぼ99%は今外断熱で作られてますなんでそんな分かってるのは日本です日本はコンクリート製の建物を持ってきた時に外断熱だけ置いてきました、うん、あもう、ね、で日本ってもともと断熱っていう概念が僕の宿もそうですけどないんですよなるほど日本のもう古来でも古い家は断熱をしないっていう定義だったので、うん、コンクリート製の建物を持ってきた時にやめたんです、うん で今も、外断熱の建物はほぼない、でもコンクリートって外断熱にするってもちろん長持ちもするんですけど、外に断熱層があるから、中のコンクリートが温度変化しないので、中はすごい快適になるんですよね。でい、いずれそれは日本のスタンダードになりそう、<る>もうこれは絶対スタンダードになるんですけど、どこのデベロッパーもやらないです、まだ。それはなぜかというと、工事費用が5%パーから10%パー高くなって、それがマンションの価格にオンできないんですよね。うん でも、これ、ひょっとしてあのオリンピック終わって土地の値段、建物の値段が落ちてきたときには、ひょっとしたらそうなっていく可能性が高い日本ってその、もともと建物を長く使う文化があって法隆寺なんかは木造ですけど1300年持ってますしうん、うん、昭和の大改修の時に丸太置いといたらまっすぐに戻ったって言われてます。聞、うんうんはい、はいてすごい生命力があるし あの神戸の箱屋住宅は民家でも700年持ってます、うんうん、それぐらい長く持たせてたんですけど今はそうやって潰してしまって、うん、まあそれも戦後の話なので今からやっぱりそこを変えていかないといけないだから建物は長く使ってインテリアだけを交換していくっていうのがまあ正しい、うん、だからそこに僕たちのえっとインフィルっていうの内装業者の,あの生きる道シェアがどんどん広がっていくっていう ちょっと楽しい話もちゃんとあるんだよって話だよね。<laughs> そうです。そこにつなげたか、そこにつなげたかっていう。そうそう。そくらい話してしまいました。<laughs> 建築業界の闇に。いや、でもね、あのー、つくづく僕、リノベーションを、まあ、あのー、一昨年ぐらいまでね、僕、あのー、リノベーションのデザイン、店舗のデザインちょっとやってたんですけど、ちょっとこう、なかなか、 あのが重いんですよねでカーテンだけやってると何となくカーテンのオーダーカーテンの寿命が、えー、5年7年10年なんで10年ぐらいの,あの責任感でやれるんですけどあのリノベーションって何となく2 3 0年40年なんか一生付き合っていかなあかんそういうその重みのある責任感に僕重圧に耐えれなくてあのもう一度こうファブリック 楽しもうよって言いながら、ファブリック中心にやろうかなと思ってるんですけど、あの、今日の話をこうつくづく聞いてて、いや、やっぱりリノベーションやねって思うよね。<laughs> リノベーションあ。そうだね。なんか、あのー、本当一部屋、あの、どっか、 自分のお家でもいいんですけどね、なんかこうそういうのをちょっと改築しながら、あのイ,ンテえー、インターネットでですね、あの歌いながらですね、えー、なんかビジネスモデルを、新しいビジネスモデルをですね、えー、作っていきゃ、なんか、あの先々明るいかなと思いますね、なんかね、やっぱり本当と、さっきもちょっと言葉出しちゃったんですけど、もう身体力見えてるんですよ、もう、でそこは花畑ね。で そこに上陸するかせ変化かだけの話でそれはもう自分たちの選ご選択主示選択なんですけどもひょっとしたら今乗ってはる船は泥船かも分からへんとね。あの僕やったら 対岸に、大陸に乗って、なんか花畑で新しいあの農場やあの牧場を開きたいなと思ってるんです。えー、まあ、あの、主者選択は皆さんのご自由なんですけど、ちょっと、あの、明るい話を先,先々で待ってるってことだけ、ちょっと、あの、 お、心に置いといてもらって、えー、また、一年頑張って、えー、皆さんで、えー、ジャパンテックス、来年ここで皆さんでね、えー、元気な顔で、えー、会わせていただくと、すごく嬉しいかなと思います。えー、今日はちょっと貴重な時間、ありがとうございます。ちょっと押し,してしまいまして、ありがとうございます。申し訳ございませんでした。今日は本日はありがとうございました。